はい、こんにちは、こんばんは。高校生まで電車一人で乗れませんでした、ゆきやと。こんばんは。幼稚園の時に一人で幼稚園に行っていろんな人に怒られました、しずと申します。どういうことなんか、いや、母さんと一緒に行かなきゃいけないんだけど、幼稚園とかって。はい。うん、母さんが寝て。今回のゲームが、こちら、つくの日っていうゲームをやっていくんですけども、うん、こちらなんか、ひたすら左にスクロールっていうのはなんて、右に、うん、右左ちょっとわかんないんやけど、左に行くだけっていうゲームらしいよね。うん、で、まあ、一応、ホラーゲーっちゃホラーゲーらしいんで、うん、今回こちら。なるほどね。でね、あの、電車なんですよ、今回。タイトルが、この、夕闇の、並走電車っていうことで。俺、それにかけて言ったのに、お前、急に幼稚園の話なんかしだして。なんか、昔の自分語りするんかな。何を聞かされてんだよ、みたいな、もう。まあ、感じで、今回、こちらの、つぐの日のね、まあ、いろんなシリーズあるんですけど、こちらやっていきたいなと思います。はい、ということで、いいですか、皆さん、心の準備は了解かな。ふぅ、うん。ということで、皆さんね、ぜひ高評価とチャンネル登録と、コメントをお願いします。ということで、レッツゴー。よくね、こちらの BGM ね、編集してる方だと思う、わかると思うんですけど、なんか聞いたことあるね。ワード表現含まれますので、電車でのプレイおよび視聴はご注意ください。はい、そして僕たちもうるさいので、替えの、鼓膜、および人がいるところでは見ないようにということで、はい、迷惑だからね。はい、迷惑です。はい、もうすごい BGM がね、聞いたことある BGM というか、なんかね、わー、うん、おー、何、パソコン左キーで移動、エンターキーで一文字送り、スマホ画面の左側をタッチ。スマホあるんだ。あ、スマホ版もあるってことね。はい。駅構内は心霊現象が発生しますので、ご注意ください。あー、ごめんなさい。行っちゃった。左キーってことはこれかな。ちょっと待ってな。お。てん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 。あ。まもなく到着しますので。越後製菓。次の駅で降りなくちゃ。この字幕ですらさ、編集してる身としては見たことある。確かにな。改札に近いドアまで移動しよう。どうやって移動する？左じゃない？うわ、動いた。あ、ほんまや、移動してる。戻ることはできないみたいですね、これ。おばさんよ。はい。ノンフィクション完全版、100万人目撃者、逮捕できない殺人犯。なるほど。すげえ、電車の中の風景だね。別に、なんで歩く必要があるの？ねえ、ま、あれ、まあ前まで移動してさ、降りやすくしたいじゃん。ああ、なるほど、うん、ああ、なんかリアルですね。すごいリアル。うわ、俺やん。え、どれあのドアの前に立ってる人ね。いや、もっと痩せてるだろう。ガリガリやろ、お前、ガリガリ、お前、こんな体型はね。あ、女の子だ、かわいい。おーおーおー、あー、待ちあー、太陽圏が、あー、太陽圏、あー、やばい、もっと眩しくなった。見てきた。眩しいとか言ってっから。よし、よかったよかった。おーおーおー、早っ。止まってたら一生行ってそう。一生行かなさそう、これ。あー、行った。行くんだ、ちゃんと。いいね。お、はい、田舎で暮らそう。お、田舎で暮らそう。なんかあったね、そういう番組ね。田舎で過ごそう。田舎で泊まろうや。そう。ありましたね、田舎で泊まろうってやつね。今もあるかもしれんけど。はーい、泊まりました。おー、すごい。髪の毛もちゃんと揺れてて、描写がリアルです。リアルだね。うん、はい。ちなみにですね、僕たち面白いこと言えないので。もう遅い、ね、もう遅いんやけど。今更やけど。遅いんけど、面白いこと言えないんで、ちょっと。キサラギって書いてない？ほんとだ！てん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 。あれ？もう次の駅？やっぱおかしくなるんやね、次の日からね。今日も改札に近いドアまで行こう。行くな。
遅いね、アルくん。おい、人が変わってる。なんかメガネ多いね。メガネがすごい多い。まあ、おお、なんか今乱れたぞ。なんだ？なんだ？なんだ？大丈夫？大丈夫？なんだ？お、おばさんが。おば、こういうおばさんおるよね。うわあ！うわあ、目がや、いかれてる。やばいやばい。シズたまにこんな顔してない？俺？うん。シズがさ、うん。なんか同じ人おらんくね、後ろに。え、ほんとだ、後ろに同じ人いる。まあいいや、シズこんな顔してる時あるよね。マジ人殺しそうな目してるけど、うん、殺してる。あースターだスターだ立ち上がり。懐かしい。あー、なんかこの女の人、え、待って、一緒じゃね。ほらほら、前と一緒なの。ほんまや、一緒ですね。やば、うん、あ、かわいい、この子。うわー、胸大きい。お、やめよ、俺も言おうとしたんやけどさ、やめたのに。シズの妹で、ね、シズの妹。かわいい。こんな大きくねえわ。眠ってる、横のお母さん。めっちゃ寝てる。大変なんだろうな。え、どうしたどうした、女の子が。あー。連れてかれちゃった。あー、あー、右、右、右、手、手。あー、もう通り過ぎちゃった。戻りたい。右に女のね、顔があった、今。うん、あったよ。ああ、うん、あったよ。ごめんね、ちょっとすぐ行っちゃったよ、うん、見せたかったな。あ、でももう着くんじゃない、ほら、田舎で暮らそうまで来たんで。田舎で暮らそう。はい、4歳ねんだな。ああ、また来たけど。あ、怪しい女の子が。めっちゃ見てるやん、なんか立ち方、立ち方よ。なんかもっとまっすぐ立とう。重いもん、重いもん持ってるよ、多分。右肩すごい。はい、着きましたね。キサラギ駅なのか、今回はどうどうなのか、キサラ…あい、キサラギ、キサラギ駅だ。絶対キサラギや、これ、うん、いや、わからん、ササラギか、キキラギかもしれない。でもね、それにも見キサラギじゃないかって言われたらキサラギじゃないよ、ね、見えないな。キキラギの可能性もあるからな。全然ね、その可能性はある、全然。てん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 、あれ、もう次の駅？さっきも見たこれ。今日も改札に近いドアまで行こう。うん、これ一緒ってことはさっきのシーンそのまま使えばバレない。確かに。で、おー、あ、人が違えわ。目がいってますね。全員目がいってるな。うん、ここにさ、シズのさ、お、イケメンやん。ちょっとキムタクみたいなのおるけど。ちょ待てよ。おい、ちょっと待てよ。おい、ちょっと待てよ。お姉さん待てよ。おい、ちょっと待てよ。待てよ。普通にさ、怖いね。怖いね。怖っ。お、昨日のおっさんじゃん。お、なんか野々村みたいな女だけど大丈夫？あ、人増えてるな。ごめんね。お、目赤。あ、ハートに見えた。充血してますよ。充血か、ごめん、ハートに見えた。おーおーおー、わあ、なんか一人だけリアルじゃねえな。なんか右すごいのいるけど、なんかこういう映画あったよね、こういうこう出てくる映画。あー、あれね、うん、ね、ちょっと名前出てこないんやけど、あったよね。よし、なんだっけ、名前が。ねえ、うん、うんうんうん、あー、昨日の女の子の後が。あー、おったおったおった、おった、え、肩に、肩にね、あるじゃん。お母さん連れてかれるんじゃない？大丈夫？わー！はい、ひょっこりはん。わー！あー、お目目が。あっ、消えた。か、見すぎ本。おうおう、あ、あー、目動くやつじゃないですか？動くとか思ってる。わー、何見てんねん。あれやん、あれやん、あれやん。あれ？ちょっと名前出てこない、今日ちょっと調子悪い、名前出てこない、あれ。口先女、口先女、そう、口先女。ああ、なるほどね。そう、それ言いたかった。はい、もうどうした、普通、普通やな。なんかおかしいとかな、短くない、主人公の子。そんな悪口言わない。え、スカートの丈短くない。いやいや、エッチホラー慣れすぎて何も反応取れなかったよ。はい、あれ、もう次の駅。あ、違うかった、絶対違う。あ、あ、違う、次の駅で降りなくちゃ。あ、違うかった。
改札に近いドアまで移動しよう。これだけ再利用できる。ここの部分だけ一緒やから。はい、今日もね、行きましょうね。おー、しずの姉ちゃん、やば、めっちゃ出口これうちの姉も見るんですよ、この動画。わかってますよ。マジでごめん。おお、なんか今人おらんかった今。え、マジ？おお、ほら首つってる？お、またいるよ。やば、抱っこしてんね。おんぶね。おあ、お、あ、恥ずかしい。恥ずかしい。恥ずかしい。あー、なんか柄悪。すごい。おお、見てる見てる見てた今、ごめん。もうガンガンいっちゃうからね。ごめんね。ちょ、ゆっくり行くべきだね、こういうのはね。なんか、広告も変わってる。ねえ。色欲だって。ねえ、怖そうな、怖そうな、怖くなってますけど、イッチではないけど。うわ、顔が歪んでる。ね、お母さんが、連れてかれた。あ、おー、連れてかれた。子供が、おー、すごい。なんか、ね、こういう美術の絵ありましたよね。あったね。ありましたよね。あ、そう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 。おーおー。おー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 。おうおうおう、首が、こいつどこにでもいんな。なあ、ちょっともう、もうなんか、なん、おお、ちょっと待って、お、カウチオン、デンジャー、この扉開きませんということで。故障したってこと？わ、したのかな。向こうの車両から出よう。ああ、オッケーオッケー、進み続けるってことね。もうみんな、みんな言ってもうとんの。おめめが、今日、高級缶詰。お、美味しそう。あ、優先座席らしいですね。あー、なるほどね。なるほどね。だからおじいちゃんおばあちゃんたちがね。まあまあ、こういう人いっそやけどな、普通に。ちょっと、なんか、ね。まあ、ちょっとおめめが。おー。ちょっと、左の人これ無理あるくらい。ここ絶対見えてへん、見てないやろ、これ。ちょっと無理ないこれ。これちょっと、目線的に厳しいけど、こういうの無理やろ。そうね。おーい、こう、俺たちの方見てない？ね。おー。かわいかったな。おーしか言えんねん。ごめんな。お、大丈夫？あ、そういうことね。向こうの車両ってことね。なるほど。そうやわ。あー、こいつどこにでもいんな。うわぁ、飛び降りる勇気より相談する勇気。なるほど。危ないですね。おっ、あった、自分が割と可愛い。可愛いなぁ。あ、連れて行かれてるね、どんどんね。このガキがやってんのかな。おい、ガキんちょは調子のんじゃねえぞ、お前。おぉ、広告も怖い。あ、可愛い。あ、ちっちゃい女の子います。こっちも開かんって。こっちも開かんらしい。おお、見てる見てる見てる。田舎へ来い。あるよ、田舎へ来い。ちょっと嫌だな。すげえ。ちょっと失礼ですけど、行きたくないです。もう田舎っぽいけどな。なあ、あれ、もう次の駅。うん、違うかったね。いつもの風景じゃない。いつの間にか乗り過ごしちゃったのかな。次の駅で降りなくちゃ。ちょっと、この先誰もいませんけど。好きよく。誰もいませんね。引き込まれないようご注意ください。引き込まれないよね。左側です。はい、あ、いつも通り。お、キキラゲ駅。お、ぽいね。いつもの駅だ。いつもの駅ですね。いや、いつもの駅やん。無事、無事ね。お、おー、向こう側にいますね。やばい、キキラゲーキいっぱい引いてる。え、あれさ、主人公じゃない？なんか、髪型が。ほんまや。ね。真っ赤になってる。怖ーい。あれ、次の日、え、次の日来るのこれ。え、来るの？次の日。おー、次の日やん、ほんまに。ガチ次の日やん。次の日と見せかけ、次の日ですね。終わり？まだある？まだありますやん。うわぁ、真っ赤やん。ああ、もう次の駅？
違うかった次の駅で降りなくちゃ。改札に近いドアまで移動しよう。ええやん、もう移動すんなお前。さすがに気づくと思うから。あーごめんなさい、言ってダメ。あれやばい、殺人鬼洗ってる。ほんまやん、あ、シーズンお姉ちゃんやばいって俺絶対作っとく後で。いや、やめれほんまにやめてえ、なんか喋ってる。ねえ、喋ってましたね、シーズンお姉ちゃん。おっとわーおやばい、なんか反応せや、お前がいっちゃん怖えわ。うわ、すごいすごい、すごい、ちょっとおかしいでしょ、アキラ、この状況。ちょっともうちょい反応しようぜ。なんで普通におれんのこれ、この人。おお、すごいすごい、穴開いてる。ねえ、すごい、どこに向かってるんでしょうか、これは。この電車は。普段通りつけるのでしょうか、これ。普通に。ちょ、待って。わあ、死んでる。ちゃんと座れや。ちゃんと座れ。多分中身ないんだよな。ちゃんと。うわあ。なんか心配やわ、逆に。大丈夫ですか、大丈夫。おい、刺さっとるやないか、下のやつに、お前。ということで、着きましたけども、多分、ここ無理やからって言って、もうちょい進むんやろね。はい。うわぁ、おじいちゃんが。なんだ、誰だ。あら、進めた。おっと、おじいちゃん。ここがね、優先座席です。さっきの。うわぁ、おばあちゃんが。はい。あ、おじいちゃんが。クマさんみたいになってたね、今ね。かわいくなってたよ、今。めちゃめちゃ。はい。お、大丈夫？すごいけど。おっと、おったね、今も。なんか汚い、うんじみたいなね。ねえ、もううんじ見えてきたね、もう、ほんとに。小学生だね。おー、すごい！え？なんか後ろに化け物いっぱいいる。ねえ、いっぱい。おー、すごい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 。はい。ほいほい、おい。急にさ、シズのチンコの数ってバレんの違うか、これ。バレんの違うか、これ。流れてくんのでね。うん。ワンチャンバレないかもな。よしさぁ、なんか、ねえ、もう顔あります。うわぁ、わーい、わぁおわぇーって言ってたね、今ね。ってことで、広告ね、おかしなってますね。あ、お、かわいい。女の子が、おぉ、開きませんとかで開いてるのよ、これ。ねえ、ちょっと開いてますやん。すげえ、ドッペルゲンガー。ねえ。おいおい、扉が。反応してよ何の無反応、すげえすごいね、すごいメンタル強い。ポーカーフェイス。おー、シード大事です。おい、ここで。もうやばいって、マジで殺されるって。あ、止まりましたね。おい、普通の顔で折れんの、お前口開いてる。かわいい。え？あ！連れて行かれた？お、あれじゃない？さっき見えた後ろの電車ってこと？ねえ。あれって？あ。あー！あ、目赤いし。あ、連れて行かれた。充血してる。どうして私が向こうにいるの？持って行かれましたね。お。わ、私は、何の電車に乗ってるの？おせえわ。今更すぎる。今更すぎるわ、これ。この電車は、どこに向かってるの？今更すぎんだろ。おーい。オールスター。オールスター。ああ。ああ、持って帰った。ああ。ってことは、女の子連れて行かれちゃったよ、みたいな、感じかな。おー、聞いたことある BGM！ もうやめてくれ、先から編集も。あ、編集でよく聞く。飛び降りる勇気より。相談する勇気。もう全部が全部聞いたことあるんよな。もう、もう、なんかいそうだね。全員入れ替わったってこと？どうなんやろね。どういうことなんやろね。まあ連れて行かれたってことなんじゃないですか。みんな木更津駅にやっぱ行っちゃったからね。お、はい。みんな。スタッフ。あ、エンディングか。ね、私、俺が一番ここで楽しみしてんの。シーズンのお姉ちゃん出てくるか。最後に出てくる。最後に出てくるんじゃないですか、これ。皆さん、ちょっとシーズンのお姉ちゃん見ないで、マジで。お願い。多分見ると思うよ。俺が教えてくるか。見んでいいねん。
おい、ニコニコモード使ってんの俺よく懐かしい。もうよく使って、あーこれもう童話、童話ね、もうあいっぱい使ってるとこばっかで恩人知らんの。あー来た来た、キムタク。あ、キムタクやん。おい、ちょ待てよ。お待て、ちょ俺流すなよ。ちょ待て、流すなよこれ。おい、アンちゃん。おいおいおい、ちょっと流すなよ。アンちゃん、家族になろう。懐かしい、懐かしいな。あれ、こんな人おったっけ。あれ覚えてねー。キャットズ、キャットズ。どっちかって言うとこっちの方が姉ちゃんに似てるけどな。あ、そうなんだ。変な T シャツ着てるし。おお、ちょっと気まず。気まずね。何が出るかな。いや、シズの姉ちゃん楽しみにしてますから僕ね。やっぱ主人公のシズの姉ちゃんやったかな今回。今回シズの姉ちゃんがほぼこれじゃん。これやね、これでしょ。ああ、静の姉ちゃん。ああ、静の姉ちゃん。主人公が。ああ、連れて行かれてる。バイバイ。ママなんだと。かわいいねんな、ほんで主人公普通に。かわいい。普通にかわいいね。おお、連れて行かれたね、今。おお、寄れる寄れる。もう次の駅だ。ならないんだね。あ、なりそう。あ、次の駅だ。次の駅来た。うわぁ、フェードアウト、フェードアウト。前に行かなきゃ。アイムシアン。どういうこと、アイムシアン。おぉ、オールスター。シズのお姉ちゃんは、おっとっとっと、ひどろった、今。いや、そういうゲームじゃねえんだよな。これ、間違え、シズのお姉ちゃん見つけるゲームじゃないのこれ。ちゃう？うん、そういうゲームじゃないんだよな。あ、ちゃうか。はい、ということでですね、本当になんかね、滑ったことばっか言って申し訳ないなと思ってるんですけども、うまく実況できなかったんですけども、今回ですね、こちらを継ぐの日というねゲームを実況しました。こちらのゲームね、なんかね、今回のゲーム以外にもなんかいろんなね、なんかシリーズがありましてですね、他にもなんかね似たようなやつで言うとあと3つぐらいありました。うん、ぜひねやってほしかったり、再生数が良かったり、コメントが良かったり、チャンネル登録伸びたら、もう僕は調子乗ってすぐやりますので、ぜひ皆さんやってほしい方は、ぜひね、コメントとか高評価とかでね、チャンネル登録やっちゃってね、くださいということで、また次回の、次の日で会いましょう。バイバイ！バイバーイ！しずの姉ちゃん！次回も出てこい、しずの姉ちゃん！出てこい！出てないよ。出てないよ。出てないよ、今回もね。